十五秒前です。はい十秒前です。二一、はい。1 S.M. ギガマを聴きの皆さんおはようございます。十一月六日時刻は八時を回りました。金曜日担当あずあずことノーミアずさんのモーニングエイト第五回。今日も元気にお付き合いください。 それでは、モーニングエイト1時間の生放送スタートです 時刻は8時を回りました。FM ギノワンをお聞きの皆さんおはようございます。今日は11月6日、えー、ですね、金曜日モーニングエイトこれから1時間生放送をお送りします。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、私、アズアズことノーミアズサが生放送でお送りしています。さあ、えー、1一週間ぶり、毎週毎週ね、えー、だ,んだ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 ん朝晩涼しくなってきておりますが、皆さん体調はいかがでしょうか あの、先週ね、聞いていた方はわかるかと思いますが、風邪ひいてるのっていうコメントもありましたが、そうですね、季節の変わり目、私も風邪をひいております。昨日木曜日担当のイーズも風邪ね、ひいてましたけど、私の周りもね、結構風邪引き多いので、皆さん体調管理気を,気をつけてね、えー、今週ももうあと3日で終わりますけれども、元気に行きたいと思います。ということでですね、今日のテーマの発表から行きたいと思います。今日のテーマ、あの、先週は1週間パーソナリティ 仮装して、まあ、コスプレしたりとかしてね放送をお届けしてきましたけれども、まあ、もう11月に入ったということで街中ではもうすでになんかショッピングセンターとかではクリスマスの飾り付けがね始まっててもうこうなってくると今年1年もう終わりなのかなっていう感じがしますけれども早いですね。本当はねなんか あと、今年やり残したことはとかにしようと思ったんですけど、ちょっとまだ気が早いかなと思って、まあ、王道ですけど、今日のテーマは、える、ー、〇〇の秋でメッセージを募集したいと思います。まあ、秋といえば、皆さんが連想するのは何でしょうか。まあ、あの、多分食欲の秋っていうのがね、一番出てくると思いますけれども、それ以外のね、あのー、 話なんかも、旅行に行ったよとか、旅行に行く予定があるよとか、そういう話なんかもね、あればぜひ皆さん、えー、メールで送っていただきたいと思います。 え、メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m でメッセージをお待ちしていますメールの題名にモーニングエイト金曜日宛てと入れてラジオネーム、えー、書いてから送ってくださいリクエスト曲もねあの音源があればおかけしますので、えー、メッセージと一緒に添えて送ってくださいそしてですね、FMguino-1 では Ustream とツイキャスでも映像と音声をネットで配信していますこちらも FMguino-1 のホームページから えー、見ることができまして実際に技能湾のスタジオから私が生放送している様子動画付きで見ることができますこちらもコメントをすることができますので、えー、ぜひ番組に参加していただければと思います、えー、今日も8時から、ね、1時間元気にお送りしていきますので、えー、お付き合いください それでは本日のオープニングナンバーに行きましょう。今日はね、秋の曲をセレクトしてきました。懐かしい一曲をお届けしましょう。ジュリアンド・マリーで色とりどりの世界。 時刻は午前8時7分を回りました。宜野湾市きうな宜野湾ヒルズ通り沿いにあります、FM 宜野湾のスタジオから、私、あずあずことのおみあずさんが、えー、1時間生放送でお送りしています。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。まずはお天気からです。今日6日のお天気は晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。 降水確率は昼から夕方にかけて10%、夕方から夜中にかけて0%の予報です。日中の最高気温は28度の予報になっています。えー、そしてですね、えー、天気外況をお伝えいたします。沖縄地方気象台4時41分発表の天気外況です。沖縄地方と、えー、沖縄地方は高気圧に覆われています。 今日6日は沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れる予報になっています。沖縄地方の沿岸海域ではやや波が,波が高いでしょう、えー。船舶等は注意してください。そして週末ですので週間天気予報もお伝えいたします。今日6日から12日までの1週間の天気、えー、週間天気予報です。 向こう1週間は高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。最高気温、最低気温は沖縄本島地方は平年より高い日が多く降水量は平年より低い見込みです。ということで、えー、今週ここから先1週間雨マークついておりません。降水確率も随分低いですね。あの昨日、 仕事帰り、宜野湾市内に入った頃からですね、すごい土砂降りだったんですけど、那覇はそうでもなかったんですけどね、明日も雨かなーなんて思ってましたが、えー、ここから見える天気も、えー、晴れております。今日も朝爽やかな気持ちいい感じですのでね、えー、お出かけされる方は元気に、えー、気をつけてね、運転してください。 はい。今日のお天気をお伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路を沖縄自動車道からお伝えいたします。えー、大幅な混雑などはありませんね、えー。朝市ですね、7時台に見た時には故障車が2台ほどあったんですが、こちらも解消されているようです。さあ、そして一般道ですね。一般道、大蛇な交差点から、ぐすくま交差点、那覇向けにかけて58号線、えー 混雑していますそ,そして、前原交差点から大蛇な交差点向けに、えー、こちらも一部混雑が発生しています。そして、金子交差点付近ですね、こちらも混雑しています。いつもこの辺はね、えー、朝、えー、混んでることが多いので、お出かけの方は時間に余裕を持って早めに、えー、出発されてください。さあ、ということで、えー、天気予報、道路交通情報をお伝えいたしました。 さあ、えー、モーニングエイト金曜日、こちら、えっと、メールの募集もしています。今日のテーマは、えー、〇〇の秋ということでですね、皆さんの秋にまつわるエピソードを募集しています。えー、まあ食欲の秋、これは必ず出てきますね。沖縄はね、なんだろう、秋はね、短いっていうか、このし、春夏秋冬があんまりはっきりしてないから、秋になってきたなっていう感じがね、ないですよね、県内在住の皆さん。 うん、やっぱりねえっ、ー、と2年ぐらい前かなまあ、では千葉に住んでたんですけどその時はさあなんか冷えてきたなとかもう衣替えしなきゃっていう感じだとかあとはもう目で見ても紅葉とか、ねあのー、目で見ても肌でも秋が来て冬が近づいてくるっていうのがすごい感じられたんですけど沖縄はね、まあ、ちょっと寒くなったり。 また暑くなったり、これのね、上下の繰り返しで、まあ、12月半ばぐらいになるとだいぶなんかもう、毎日寒いくなってきたね、みたいな感じで、まだまだあと1ヶ月ぐらいは半袖が続くので、まあ、ぜひ、えー、県外から参加されている皆さんは、沖縄では味わえない秋なんかを、あのー、メール、それからツイキャスのコメントでね、教えていただきたいなと思います。美味しいものもきっと沖縄よりもね、あのー、多いと思いますので、 えー、皆さんの住んでいるところの空き自慢もね、募集したいと思います。メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o n c o m メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o n c o m で、えー、お待ちしています。リクエスト曲もね、えー、お待ちしていますので、えー、ぜひ送ってください。そして、ユ、えーストリームとツイキャスでも 動画で生放送の様子を配信しています。こちらはね、あの音楽リクエスト曲を流すことができないんですけれども、コメントで番組に、あの、オンタイムでね、参加することができますので、お届けしたいと思います。こちらからも番組ご参加ください。さあ、それではここでこのコーナー行きましょう。みんなで元気に、内縄口ラジオ体操の時間です。 時刻は午前8時17分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたします。まずは琉球新報総合面からお伝えいたします。復帰直後テニアンへアメリカ海兵隊撤退を検討。機密文書に明記。日本残留望む。アメリカ国家安全保障会議が72年の沖縄復帰を契機とした政治圧力で 政治的圧力で、在沖のアメリカ海兵隊を撤退する事態を想定し、海兵衛星軍をテニアンに移転する案を検討していたことが、機密指定を解除されたアメリカ公文書などでわかりました。アメリカ海兵隊は、普天間飛行場などを運用しているが、当時アメリカ側は、その本体である海兵衛星軍ごと沖縄から撤退し、テニアンに移転することを想定していました。文書には、 ケニアンに滑走路や港湾などを備えた複合基地を整備する必要性に触れこの基地は返還に向けて沖縄の戦略部隊,が戦力部隊や活動を移転できるとした上で対応可能な部隊として最大で沖縄に拠点を置くアメリカ本国以外で唯一沖縄に拠点を置く海兵隊の最大編集単位である衛星軍規模の海兵隊と挙げています 日米両政府が沖縄を海兵隊の駐留拠点にする理由として説明する地理的優位性の根拠が一層乏しくなった形です。アメリカ軍統合参謀本部紙によりますと、73年に在韓アメリカ陸軍と在沖米、在沖アメリカ海兵隊を撤退させる案がアメリカ政府で検討され、国務省が指示していましたが、この文書によるとテニアンの基地建設に言及しており、 計画は74年に大幅に縮小されました。理由の一つに、日本政府が沖縄の兵力を維持することを望んだと記し、日本側が海兵隊を引き止めたことも改めて明らかになりました。続いて沖縄タイムス総合面です。ロシア機墜落、機内に爆発物、IS 関与説、 エジプトの市内半島で起きたロシア機墜落で、ハモンドイギリス外相は5日、過激派組織 IS 関連団体による犯行の可能性がかなり高いとテレビに語りました。AP 通信によりますと、アメリカ当局者も傍受した通信内容などから、イスラム国系組織が爆発物を仕掛けるのに関与したと推定、シリア空爆を続けるロシアへの報復テロの可能性が高まりました。 自国民へのテロ、テロ阻止を空爆継続の名目とするプーチン政権は。難しい対応を迫られそうです。最後に沖縄タイムス地域面からです。男性の育休体験、明日講演会開催。宜野湾市女性団体連絡協議会は。 男女共同参画に関する講演会を7日午後2時から島市の男女共同参画センター福福で開催します。昨年、宜能湾市の講演会での男性が気軽に参加できる講演会をとの会場の講演に答えた形です。講師としては、浦添市消防本部で消防士として県内初めての育児休業を取得した平野宗太郎さんと沖縄キリスト教学院大学教授の 荒垣誠さんが参加します。平野さんは男は仕事、女は家事、育児といった古い観念を改め、男女が協力して仕事も育児もこなしていくことで、家族の幸せを作り上げる大切さを話します。また、荒垣教授は男性が身構えがちな男女共同参画の意味を気軽にわかりやすく解説します。与那城会長は男性やカップルに聞いてもらいたい。 支え合う家族づくりの一助にしてほしいと呼びかけました。入場料は無料となっています。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたしました。そして皆さんまだまだ、えー、今日もメールをね募集しています、えー。もうすでにね、何通か届いているんですが、リクエスト曲などもおかけしたいと思いますので、えー、メッセージ、こちらに。 お,よえー、お、お寄せください。メールアドレス7 9 7アットマーク f m g u i n o ット c o m メールアドレスは7 9 7アットマーク f m g u i n o ット c o m でお待ちしています。さあ、ということでですね、えー、早速、一、え、通、ー、読んでいきたいと思います。ラジオネームひでまささんからいただきました。ありがとうさあ、f m g u i n o のスタッフの皆様とあざあざハイサイちゃんとうちな口使ってますね。すごい。〇〇の秋。秋といえば、 個人的には食欲の秋と言いたいところですが、そこは年中食欲旺盛でございます。そっか <laughs>。年中食欲の秋なんだね。あ、年中食欲旺盛なんだね。あと、やはり飲酒の秋。でもこれも年中か。まあ、でもこれはさ、お酒のつまみがさ、毎回変わるじゃん。季節によって。これはね、お酒飲める人のね、特権だと思うな。ちょっと季節に応じて。今ね、これ、秋といえば、 千葉県の市原市原にねね秀政さん住んん住ででるんです、ねえー、秋といえば、千葉県の市原市では、やはり、銀なんじゃないでしょうか。毎年よく拾ってる方をお見かけします。沖縄の秋といえば何だろうなって感じなんですが、いかがでしょうかということでね、あの、ツイキャスのコメントの方では、あの、銀んなんが、えー、美味しいか美味しくないかという話を私が投げかしけまして、えー、話が出ておりますが、皆さんは、ラジオを聴いてる方は、銀んなん好き嫌いどうですかあの、まあ、 銀杏といえばよく茶碗蒸しに入ってるものがありますけど、私なり苦手なんだよね。なんだろ、渋いっていうか苦いじゃん。そう。で、あの、最近、最近っていうかね、お酒を大人になって飲むようになって、まあ、ね、20代後半に差し掛かってたけど、友達がね、よく入り銀杏みたいなのをね、居酒屋で頼むんですよ。あれを見た時の衝撃。わお銀杏が出てきたみたいな。もうさ、茶碗蒸しでしか見たことないから、衝撃だったんですけど、まあ、 茶碗蒸しよりは美味しいかなうん。って感じだったんですけど、私はね苦手だけど、結構ツイキャスで参加されてる皆さん、銀んな美味しいよとハッチさんからコメントいただきまして、かっちゃんも茶碗蒸しに銀杏入れようと書いてありますね。ねえ。そっか、茶碗蒸し、私は椎茸好きだから椎茸いっぱいがいいかなっていうことでね、あのー、沖縄ね、銀銀なんてかあの、イチョウの木がね、見たことないんですよね。 県内在住の皆さん、これはっきりね、イチョウの木ありませんとは、現時点では私わかんないから言えないんだけど、あるの見たことある人いるかなあの、私、ちっちゃい頃はね、内地に住んでたことがあって、そこでは秋になると、もう一面真っ黄色秋になると。で、その枯葉が下に落ちて、それをね、サクサク踏むのが、すごい好きだったなって覚えはあるんですけど、これもまた銀杏が、花かな、実がなるときかわかんないけど、臭いんですよね。 これ私のちっちゃい頃の思い出だから本当にそうだったか分かんないけどまあ銀んは国際というイメージがあってね、まあ、沖縄ではそういう秋を、ね、感じられないんですよ、秀正さん沖縄の秋といえば沖縄の秋か、なんだろうねたまに寒い日が出てくると秋かなって感じかなあとはニュースでなんか紅葉のニュースが流れてくると秋だなのかなみたいな。 感じなんですけどまだまだ半袖だしねあのー、沖縄には秋はないんじゃないかと言ってもいいぐらい季節感がまあないかなと思います、先ほども言いましたけど、まあ、寒くなったり暑くなったりこうしながら冬に向かっていく感じかな、いきなり <laughs> あんまり春とね秋の違いがわからない沖縄なのでぜひ皆さんの住んでいる地域のね、えー、秋の雰囲気をねぜひ教えていただければと思います。さあ、えー FM ギナワンではですねユーストリームとツイキャスでも、えー、メッセージツイ、えー、コメントを募集していますこちらホームページからねすぐ見ることができますのでこちらからもご参加くださいメッセージもまだまだ募集していますさあそれでは、えー、このコーナーに行きましょう時刻は午前8時27分を回りました ギノワン市、キユーナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります、FM ギノワンのスタジオから、私、アズアズこと、ノーミヤズサが、1時間生放送でお送りしています。この時間はこのコーナー、今日は何の日のコーナーです。まずはですね、沖縄手帳からご紹介します。 今日6日は旧暦の9月25日ですね、えー。特に今日何かイベントがあるわけじゃないんですが、えー、満潮、寒潮の時間、時刻を、えー、お伝えしておきましょう。えー、満潮の時刻、えー、午後4時3分満潮ですね。そして寒潮の時間、えー、午前9時30分。それから、えー、夜の10時30分が寒潮の時間になっています。 これね、結構沖縄手帳、リスナープレゼントもありましたが、沖縄県内のイベントとか、いろいろ歴史なんかも載っておりまして、金曜日で何もないこと多いんですね。先週もね、何もあまり特段イベントがあったわけじゃないんですが、まあ、明日はね、沖縄刑務所で待遇改善求め、暴動があった日とか、そういうことがあったりするそうです。はいえ。沖縄手帳からお伝えいたしました。そして、えー、 過去の今日一体何があったのか、今日はどういう記念日なのかということなんですが、今日は <laughs> お見合い記念日だそうです。えー、1947年の、えー、今日ですね、11月6日に東、東京の多摩川で集団お見合いが開催された日だそうで、あのー、結婚紹介雑誌希望が主催したんだって。こんなのあるんだね。 だろう結婚紹介雑誌希望って相手の写真が載ってたりするのかなすごくないですか、まああのー、昔はさほら今ほどプラ,イベプライバシーがとかそういうのなかったじゃないですか、まあ、こんなに情報もね、あのー、バーっとは広がらないし私の想像だけどこうだろう沖縄のお悔やみとはまた違うけど実際の名前が載ってた写真が載ったりして募集されてたのかなと思ったりもしますけれども。でこの 結婚雑誌希望が主催した集団お見合いで、戦争のために根期を逃した20代から50代男女の386人が参加して、会場で相手を探して、終了後に最高3人までの、えー、申し込みをするという仕組みだったということです。はあ、50年以上も前からこんなことがあったんですね。なんか画期的じゃないですか、結構。 なんかお、女はし,しめやかにしたけど、そういう時代だったのかなって勝手に思ってたから。なんか私の勝手なイメージですけど、そうそう、こんなこともあるんだっていうね。あとは、そうですね、えー、1987年に竹下登る 74代内閣総理大臣に就任したのが、えー、今日だということです。まあ、大悟のお,おじいちゃんですよね。これはあのね、面白い情報があったので拾ってきたんですけど、大五の妻や、や妻の直子によると、総理に就任した帰宅時の一言は、I'm sorry, 僕 sorry, っていうのが、第一声だったそうで、私の竹下登内閣に対するイメージはこれでね、全部崩れました。本当は面白いおじいちゃんだったのかなね。 はい。さあ、ということで、今日の誕生日、松岡修造さん、テニス、今タレントさんですね。それから歌手声優の獅子ドルミさんが今日誕生日だそうです。本日誕生日をお迎え、迎える皆さん、リスナーの皆さんも、誕生日おめでとうございます。良い一日を、良い一年をですね。はい。さあ、そして誕生花えー、藤バカも、藤バカま、花言葉は躊躇だそうです。 はい。えー、今日も一日ね、元気に過ごしていただきたいと思います。以上、今日は何の日のコーナーでした。さあ、それではですね、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。えー、メール今日もいただいておりますよ。えー、ラジオネーム、えー、AKB ファンさんからいただきました。 いつもメッセージありがとうございます。かわいいアーズー !FM ギノワンのリスナーの皆さん、おはやみんいやー、これね、毎回毎回多分、パーソナリティの方突っ込んでると思うけど、あのーリ、パーソナリティをかわいいアーズーとかってあげといて、挨拶がおはやみんっていう、この早みを押しなところがね、憎いぞー !AKB ファンさん <laughs> さっさと、さっさとテーマいくわな、ということで。はい、行きましょうね。テーマ、えー、座席の秋ちゃうやろ 座席の秋ってなんじゃなんでしょう座席の秋って。座席って座る椅子に書いて座席って書いてるんだけど。えるまるの秋。そりゃ決まってるだろう俺の中では恋の秋やねそりゃ本命もいるぜ以上だということで AKB ファンさんからいただきました。さあ、本命一体誰なんでしょうか私のことかなよさあ、ということでリクエスト曲 えー、ありがとうございます。相川七瀬で恋心。今日ね、結構リクエスト曲ないこと多いんですが、今日はありましたのでおかけしましょうね。いはい、行きましょう。相川七瀬で恋心。 お届けししたた曲は相川七瀬恋心で、えー、AKB ファンさんのリクエストあ、りがとうございいますす懐かしいですねさあもう一つメール紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、ハッチさんからいただきました。ありがとうございます。あざあざおはよう、おはよう。朝晩は寒くて、早朝出勤がつらいハッチだよ。そっか、そうだよね。向,向こうは何度 10, ?10 度とかかな。10度ちょいぐらいかな。昨日のニュースでさ、あのー、 どこかな関東、北海道とかも夏日を記録したって、あの、言ってましたけど、どうでした朝晩のさ、冷え込みと日中の気温差があったら、皆さん、体調管理大変じゃないね沖縄もね、だいたい25度ちょい、最高気温27度ぐらいかな最近は。あの、まだまだ半袖で大丈夫なんだけど、まあ朝も言うほど寒くはないからね、向こうの心身だんだん寒くなってくる感じとは違うから、 ね、お布団出るの辛いと思うけど、頑張ってね。みんなさあ、そして秋といえば秋といえば天高く馬こゆる秋ならぬ八ッチこゆる秋ですな。ということで、朝早朝からね。あのー、難しい。四文字熟語が来て、私は調べました。けれども。あのー、四文字熟語ね。これ、ちょっと後でまた意味調べておきましょうね。なんかこの秋の風景を想像させることわざだと思います。八ち <laughs> さんありがとう。 <laughs> えっと、秋、こゆ、ハッチこゆる秋ですな。まあ、食べ物美味しいんでしょうね、これね。秋は美味しいものがいっぱいだから、ついつい食べすぎて体重増加にビクビクしてますわ。冬を乗り切るにはお肉つけて傍寒だーと、体重計に目を背け、美味しいものを食べまくるハッチであります。先週も1ポンドステーキ食べてきちゃったよやばいよ、やばいよということで、ハッチさん大丈夫かな いやまあね、大人になるとなかなか運動する機会もないですし、寒いと余計布団から出ませんし、特に内地だと、えー、こたつにみかんもう最高じゃないですか。冬はね、私もね、正月前後が一番体重増加する時期で、まあ飲み会は多いし、特に沖縄に帰ってくるとですね、正月年末年始はすごい人数の親戚が集まるんですね。で、何日も何日も、 これ、仮名仮名攻撃って言うんですけど、え、本土にお住まいの皆さん覚えてください。沖縄に行くと仮名仮名攻撃を受けます。おじいとかおばあがね、なんであんた食べなさい早く、なんで食べないのとか言ってダイエットをしているような女子にはもう、あのおじおばあ天敵ですけれども、まあ思春期にもね、あの、毎回ね、あのー、 私がいやそんなに食べられないよって言ったらなんでダイエットしてるのみたいなもういちいちうるさいおじいおばがね言ってくるんですけど、まあ、それもあの愛情ということで年末年始は私も、えー、超える冬ですねこれは今からですけれどもハチさん、食べ過ぎ禁ね頑張って体重計に毎日乗って、えー、自,分に自分のお肉には目をそ,、ま、そ,なす目をそらさないように頑張ってください。 はい。メッセージありがとうございました。えー、まだまだね、えー、まだまだとか、時間まだありますので、えー、この後も読んでいきたいと思いますので、えー、メッセージお寄せください。それではここで、えー、いった CM です。 さあ、それではここで、えー、コーナーですね。えー、毎週毎週あ、毎週とか毎日ですね。週替わりでパーソナリティの、えー、好みでというかね、特技を活かしたコーナーが毎週あって、月曜日なんかは、まよちゃんが音楽流してるのかな今週金曜日はですね、えー、皆さんの週末、それから、あのー、生活に役立つギナワ市内の情報、それからリスナープレゼントのお知らせなんかをしたいと思います。えー、まずはですね、 平中かボクシングジム20周年記念チャリティーボクシングプロボクシング大会、オナガゴー世界チャンピオンへの道、無限、沖縄から世界へということで、今回ですね、このボクシングのチケットを10名様にプレゼントいたします。こちらですね、メインイベント、スーパーフライ級10回戦、オナガゴー VS、ジョナススタル、ジョ,ジョナススルータン。 の試合となっています。プロの対戦を見られる機会ですので、こちらは見,見逃せませんよということで、大会日時、11月15日日曜日、時間は13時開場、14時開始予定となっています。場所は富城市体育館で行われます。 このチケットをプレゼント10名様ですので、プレゼント希望の方は FM ギノ湾へメールを送ってください。懸命にですね、チャリティーボクシング大会チ,大会チケット希望と書いて、必ず、えー、お名前と連絡先を明記の上、えーごえー、ご送信ください。このチケットね、FM ギノ湾に取りに来られる方か、もしくは郵送の場合はですね、着払いとなっていますので、こちらご了承ください。 えー、平中ボクシングジム20周年記念チャリティープロボクシング大会の尾長豪号世界チャンピオンへの道、えー、無限沖縄から世界へのチケットを10名様にプレゼントです。締め切りは11月10日火曜日までとなっています。えー、当選発表は11月11日水曜日のモーニングエイト内で発表しますので、えー、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、そして、えー、ギノワンオープンスクール2015が開催します。 今回で2回目となるオープンスクール2015は、小学生、小中学生を対象に、お笑い、歌、アイドル、ダンス、スタッフの5コースに分かれて、2日間で学んだ体験を小形式で実演します。えー、これによって、エンターテインメントの表現を体験できる内容になっているということです。 講師陣には、小中学生にも人気のエクスプロージョン、それから8.6秒バズーカをはじめ、沖縄出身のスリムクラブやエンターテイメント界で活躍する講師陣が多数来るということです。そして、えー、基調講演では、手作り楽器を作ってみんなで演奏,演奏するセッションワークショップを明和電機の皆さんと体験することもできます。その他にもですね、えー、受講生やプロによるショー、一般観覧も募集しておりますので、ぜひご応募ください。 ギノワンオープンスクール2015日程は11月21日土曜日、22日日曜日、場所は羽衣小学校です。応募対象、ギノワン市内在住の方になります。参加費は無料で T シャツのプレゼント、そして沖縄県内のテレビ番組で放送もされる予定になっています。こちらもですね、えー コース受講生小中学生が対象で100名様先着となっておりますので、お申し込みされる方は、ギノワン市観光振興協会のホームページから申し込み用紙をダウンロードして、ギノワン市役所の商工農水課かギノワン市観光振興協会でお届けくださいえ。もし応募方法わからない方は、観光協会へお電話ください。電話番号は098-897-2767でお待ちしています。 えー、お問い合わせは、ギノワン市観光振興協会。電話番号は09、098-897-2767です。さあ、えー、とですね、リスナーさんからメッセージが届いておりまして、えー、アーズさんおはようございます。ラジオネーム、中野町の和樹さんです、えー。メッセージありがとうございます。昨日、オリオンスタイルを買って飲みました。あ、これね、お知らせを何度か入れましたけれども。 私、ビール苦手なのですが、まあまあいけますね。おー。飲みやすいんだね。なるほど。え、ところで、FM ギナワンでも、オリオンスタイルのプレゼントキャンペーンをしていると小耳に挟んだんですが、まだ続いていますかえ、続いているのであれば、アーズの結婚のために、応募しようかなと思います。ということで、これね、まだあるそうです。 かずきさん、中野町さん、あのー、オリオンスタイルリスナープレゼント、これ、オリオンスタイルの 350ml24 回リフトケースをプレゼントということで、先着ですがまだ残っているということで、ぜひ応募されてください。また別でね、リスナープレゼントオリオンスタイルと、あのー、メッセージに書いて送っていただければと思います。はい、皆さんの健康を応援ということで。 普通にビールを飲むよりはね。あの、ちょっと気を使ってね。飲んだ方がいいと思います。すっきり飲みやすいということです。はい、メッセージもありがとうございました。ということでコーナーでした。 さあ、時刻は8時46分を回っています。えー、私、えー、のうみあずさ、あずあずことのうみあずさが、ギノワン市急な普天間でご通り沿いにあります、FM ギノワンのスタジオから1時間生放送でお送りしています。えー、今日の、えー、テーマは〇〇の秋ということで、メッセージ続々届いておりますので、えー、早速読んでいきたいと思います。えー、ラジオネーム、てっちゃんからいただきました。えー、あずあずさん、おはようございます。今日のテーマ、〇〇の秋。 秋といえば、食欲の秋でしょうですよね。えー、秋は特にサンマの美味しい季節です。サンマの塩焼きやサンマの刺身も食べ頃ですよ。他にも、松茸も美味しい季節だし、いろいろ食べ物もありますね。食欲は欠かさず食べなきゃですね。今日もラジオ千ばりよーということで、てっちゃんからいただきました。ありがとうございます。そうね、サンマに松茸、し、しいたけじゃないか、松茸ね。 キノコ類もこの時期はすごく美味しいので、まあまあ、アンブラの乗ったサンマの美味しいこと、もうこれだけでお酒が進むっていう感じですけれどもね。これ、てっちゃんはね、きっとね、あのー、スリムなんだろうね。あの、食べることに対して全然後ろめたさがないメッセージだなっていうのが私の感想でした。<laughs> 食欲の秋って言う,言うとね、今皆さん、リスナーさんの皆さんは、 あの、体重計に乗らないとかね。<laughs> いろいろ、あのー、コメントが入っておりましたけれども、てっちゃんは細いんでしょうね。はい。ラえー、ありがとうございます。そして、もう一つ行きましょう、えー。ラジオネーム、かっちゃんからいただきました。金曜日の0時47分。俺のあずあず、いずか、たまか、ゆきちゃんか、誰でもええわ。モーニングエイトお聞きのリスナーの皆さん。あずおはー。おー、新しいね。あずおはー。おはよう。テーマ、〇〇の秋。そりゃ、駐車場の秋屋根、ね。 あ、それは駐車場の秋、秋やね。いや、それは違うでしょう。秋違いですね、それはね。えー、なんでやねん。紅葉の秋かな京都の嵐山の紅葉がこれから綺麗とちゃうんかなということでメッセージをいただいております。かっちゃん。かっちゃんどこに住んでるんだっけあのー、京都の紅葉ね。私ね、結構この時期旅行に行ったりすることもあるんですけど、なかなかね、満、満開っていうのかな満開の、 紅葉の時期に当たったことなくていつもねなんか中途半端な時期が多いんですよねだからさ嵐山とかも見に行ったことあるんだけどもう一面オレンジ黄色赤みたいなのが見たことなくてもう散ったとかまだまだ色が変わりきってない、ね、ことが多かったりするからいつかドンピシャでねあの紅葉に 当たる季節に旅行に京都に行きたいなと思うんですが、なかなかね、こればっかりは飛行機事前にとって当たらないこともありますからね。まあニュースで今年はちょっと冬が到来するのが遅いかもなんていうのも見ましたけれども、まあ、寒すぎるのも困りもんだからね。えー、私は冬よりは夏が好きです、はい。さあ、リクエスト曲をここで一曲おかけしましょう、えー。その後ね、まだまだ紹介していきたいと思いますので、まずこの曲をお聴きください。鬼塚千尋で月光。あ 失礼いたしました。鬼塚千尋の月光はないんだそうです。<laughs> 大変失礼いたしました。残念そっか。ま、あじゃあ、それ仕方ないですね。かっちゃん、せっかく勢いよく紹介したにもかかわらず、えー、リクエスト曲はないそうです。まあ、こういうこともありますのでね。皆さん、えー、こういうのも考えて送っていただければと思います。さあ、そして。あ、りますかよし。はい。今日、ミキサーのゆきちゃん、あるそうです。 いいですかじゃあ、行きたいと思います。えー、鬼塚千尋で月光。 お,さあお書きしている曲は、えー、月光ですね。えー さあ、ということでですね、メッセージいただいておりますが、時間が迫ってまいりましたので、どんどん行きたいと思います。えー、f m えむのワンではですね、えー、ツイキャスとユーストリームでも、えー、番組を配信しておりますけれども、えー、コメントいただきましたので、こちらも、えー、読んでいきたいと思います。おはようございます。マシャです。ラジオのパーソナリティの喋り方の勉強になります。私でいいんですかという感じですけれども、ありがとうございます。秋ですが、この時期になると100均で買った栗を食べて、秋を堪能してますよ、とメッセージをいただきました。 これね、わかりますよ。百均にあるあの、むき、むきぐりでしょ甘ぐりみたいな。あの、ちょっとパックに入った。あれね、私もね、一時期しょっちゅう買ってましたよ。まあ、百円で買えるし、変にさ、甘い、 お菓子を食べるよりはいいかなと思って、途中バクバクしておりましたけれども、栗の栄養素とかってどうなんだろうね。まあ、食欲の秋の方が結構多いですけれども、あの、カロリー太るのが気になると、冬に向けてね、リスナーさんが多いので、こういうのを利用するのも手じゃないでしょうか。甘いのを食べたいときは、100均の栗をぜひ。マシャさん、コメントありがとうございます。さあ、そして、えー、いみちおじさんからもいただいております。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。いみちおじさんです。 今日のテーマ、〇〇の秋。食いしん坊のおじさんは、〇〇の秋といえば、秋限定のスイーツの秋でしょうかね。栗とかさ、ぶどうとかさ、リンゴとかさ、そんなに美味しい果物をたくさん使ったケーキが大好きなんです。おー。わかるわ、これ。たまんないよね。今、ひんやりし始めた時期なんか、よく食べるのが、熱々の焼き栗に冷たいバニラアイスを絡めて食べるのと、マックの アップルパイ、おうおうに、バニラアイスを乗っけて食べるのが大好きなんです。よかったら皆さんも食べてみてーあー、書いてるだけでお腹空いてきた。よーし、今日は、早晩で2時に仕事終わるから、帰りに焼き栗とアイス買って帰ろう、と。あー、ダイエット中なのにリバウンドしちゃう、<laughs> ということで、みっちゃおじさん、食欲満載な、あのメッセージありがとうございます。いや、お腹空いてくるじゃん。これね、もう朝ごはん食べた、食べてくるんですけど、いつも。お腹空くんだよね、番組の放送中にしかも。喋ると体力使いますからね。 さあ、そしてですね、えー、まだまだメッセージをいただいているんですが、時間がなくなってまいりましたのでまたお会いしましょうバイバイ